いいね。いいんじゃない？ほら、檻が出てきたよ。檻があるとなんだろう、なんか人っぽくなってくるな。花です。いい花ですね。お高いですね。おでこのつもりなんですけど、冷えピタに見えます。今のところと、掘りってここまでか、ここまでか。いいね。いいんじゃない？ほら、檻が出てきたよ。檻があるとなんだろう、なんか人っぽくなってくるな。はい、顔ができました。十分に乾かした土面です。結構まめにこう石で磨いて、この口のところとかもひび割れがちだったんですけど、ここもちょっとすごく石で磨いて隙間を埋めたので、こういうケアでちゃんと焼き上がるかどうか。
じゃあ行きます。もうちょいだ、マジでもうちょい、頑張れ、つくつくつく、くれ、どうか割れないでくれ。これは焼き上がりが見たいな。よし、じゃあ野焼き行ってきます。花だね。この辺はおでこよし、目もなんとなくよし。あ、口もいいですね。焼けてんじゃんこれ。よし、裏もいい感じ。あ、ちょっと割れてる、割れてるけど分かれてはいないっていう感じですね。いや、内側も結構綺麗に焼けました。お、すごい、これ紐をさらに二重で寄ると全く戻らないですね。完全にお互いの反発が決まって寄りが戻らないです。よし、できた。土面完成です。よし、じゃあ早速つけてみましょう。オッケー。お、来た。よし。はい、土面が完成しました。イエーイ。いやー、なんか自分じゃないみたいですね。これ大丈夫かな、怖がられちゃうかな。